どこまでやったか覚えてないんですが。ああ、ラスボスの欲張りス倒したね。そういえばね。ラスボスの欲張りス倒して、来い。確か、鳥3匹が逃げたね。鳥3匹捕まえなきゃいけないのかな。ストーリー的にはそうだよね。こんばんは。確かですけど、ワイルドエリアと、鎧のとこと、鎧島冠雪原に飛び立ったみたいな雰囲気あったんでな。移動しようか。どっから行くんだ？あ、ここから行くんだ。わやわ、広そうだけど、広そうだけど、どこにいるんだろう。まあ、探しますか。あ？今の声はサンダーですか？おるやん！おる？おるおる。待って。え、こうやってどういう感じなの？水君的な、あれ？瀕死。瀕死瀕死。瀕死瀕死。どうしよう。なんだこの名前は。早い方が良さそうだな。ここまで行くか。いる？歩いてるね。え、そっと行った方がいいのかな？見つかったら早そう、あの胴取りを。いや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 。あ、早や早や。え、早や。早すぎて草。え、早や。早い早い早い。待って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 、どっち行くの？そっち行くの？待ってやる。あ、登れねえ、これ。反対向いてない？あいつ。反対向いてる。こらこらドドドド。なるほど。これ大変だな、結構。どうしたらどうなる？うわ、うぜぇ。ルートがうぜぇ。いや、ルート。待て。こっちだろ。くそ。チンチンじゃなくて。来た。よし、来た。うわ、どうなるよ。BGM いいね。え、BGM かっこいい。これ逃げんのかな。え、ボールどうしよう。ボールどうしようかな。え、BGM めちゃくちゃかっこいい。プレミアかな。一回投げてみるか。クイック？え、なんかクイックってダサいんだよな。プレミアボール。
逃げちゃう？あ、逃げはしないんか。あ、じゃあ弱らせよう。死んでも復活するかな。トロピカルキック。でん。でんじゃなくて。魔剣気？魔剣気ってなんだっけ？攻撃受けたらみたいな。ガラルサンダーって強いのか？普通に弱そうだけどな。ネオハル。雷鳴蹴り？効かないね。バドちゃん。ソーラービーム。え、ワンターンで撃つの？あ、溜めてんのか。効かないね。こいつの技全部効かねえじゃん。全部撃ったよな、もう。あわあわ削ったな。ほどほどの。ほどほどの。いや、大丈夫か、それ。あ、でも、鋼だから今一つか。死んだ。死んだが。死んだが。死んだが。どっかへ飛び去っていった。飛び去っていっちゃった。謎の草とバルキリーめっちゃ当たった逆。BGM めっちゃいいな。え、それ僕も見たいです、大丈夫。ああ、いうふれ。こいつゴーストタイプには何もできないね。怨念が怨念。怨念ってなんだっけ。あ、ドリルくちばししてる。持ってたんだ。炎の誓い。呪文の技かっこいいな。大丈夫か、これ。また死ぬけど。ここは、あ、でも、いいか。え、めっちゃビジュミー。なんか、しょぼい技。泡とか。泡とか。ヒノコ、いいね、ヒノコ。いいね。いいよ、ヒノコ。いいよ、それ。さあ。頑張ってくれ。なんか、サンダーなぁ。モンスターボール感あるなぁ。モンスターボールしようかな。スーパーボール、ハイパーボール、クイックボールらへんはなんか、あんま使いたくないんだよね。購買か。いいよね。これは今一つ。死んだ。今一つじゃないのか。さようなら。あ、お金なくした。やけどより入ってるね、毒。さあ。入れ。ドゥン。ドゥン。お。来たなんだったんだよ。さっきまでのなんだったんだよ。だねー。返却ポケモン。格闘飛行。羽毛が擦れるとき、バチバチと電気のような音がすることからサンダーと呼ばれてきた。そうなんだ。やっと捕まったね。
スピードボールくん。スピードボールくんが。お、捕まえた。伝説のネモさん。あったね、こんなの。ワイドエリアワイドエリアでサンダーを捕まえた。ワイドエリアを捕まえたってなんだよ。黒いポケモン鎧島へ。黒いポケモン行きましょう。ピピピ。もしもし、俺らピオニー。懐かしいな、お前。探検は順調か？何？伝説のポケモンサンダーと出会った。だっは、そいつはすげえ。引き続き他の鳥ポケモンを、じゃんじゃか見つけちまってくれよ。じゃんじゃか。じゃんじゃか見つけるか。同じ感じでファイヤー捕まえよう、じゃあ。ファイヤーはダークボールでいいかな。どの辺にいるんだろう。鎧島でしょ？鎧島ってどっち？上？右か。よくわかんないから、とりあえずこの辺。いねえな。いねえな。こっちか。いるー。いるー。待って。なんか綺麗だな。めっちゃ飛んでるけど。めっちゃ飛んでますけど。なんとなくセーブしていい？懐かしいなぁ、鎧島。え？どこ行ってんの？あ、どこ行ってんの？あ、ちょ、うざい。うざい、あいつ。動きが。いない。来た。お、なんか来た。ん？ちょ。ピーター、お前ファイヤーじゃないよということになった。なんだそれ。お、捕まった。捕まったよ、サンダー。え、なんか、あいつ、俺から言ってやるよみたいな雰囲気出してた？ちょっと一応、セーブ。俺から来てやるよみたいな。邪魔なんだよ。そこ砂場じゃないから。砂場に行け。砂場に行け。そこ草生えてるから。うわ、びっくりした。近すぎだろ。近すぎだろ。ビビるわ。目の前にいたわ。びっくりした。リスキル。びっくりした。友達になりたかった。いいね。好戦的でいいね。ファイヤーかっこいいね。何した今。悪巧み？不意打ち聞きません、指を振るには。ネット、やけどですか？また。逆上？めっちゃ特攻上がってるけど。風刺聞きません。雨声吹っ飛るがな。ニヤミスキル先輩。そういうのも好きだけどね。エナボ、あ、これ死ぬな。あ、死なないわ。ふわーっとしてる。
ダークボール。ジジイロンの特性、ジジイロンの特性わかんねえ。いや、ちょろこいつ。こいつちょろい。こいつちょろいなぁ。来たねぇ。邪悪ポケモン。劣化のごとき邪悪なオーラに当てられると精魂が突き果て真っ白に燃え尽きてしまう。へぇ。かっけぇ、ファイヤー。ファイヤーかっけー。燃え上がる怒り燃え上がる怒り。怒りを炎のようなオーラに変えて攻撃する。相手をひるませる。おー。特攻がいいんだ。相手の攻撃 HP が半分になった特攻がある。へぇー。ずぶとい。なるほど。燃え上がる怒り見たかったね確かに。3割ひるみ相手2体攻撃。へえ、そうなんだ。ちょろかったな。もしもし、上田ピオニーだ。探検は順調か。伝説のポケモンファイヤーと出会った。ダーハー、そいつはすげえ。テンプレやめろ。さあ、仮面雪原行こう。今日捕まえちゃうか。どこら辺にいるんだろう。多分山にいそうだよね。上から下がっていくか。いやー、この辺からにしとこうかな。セーブしとこ。何急に連続で電話してくるんだよ。ピオニーさん。顔面。ういっすー。冠雪原綺麗だなー。面接に綺麗。インテリみたいな、インテリインキャみたいなやつ。どこ？え、かわいそう。かわいそうだけど。かわいそうだけど。いるいるいる。いたいたいた。え？待って。待って。インキャ？インキャ？インキャ？セーブしよう。どういうあれ？どういうあれでそこにいたの？どこ行くの？あなた？どこ行くんですか？どこ行くのそれ？邪魔なんだよ！画面がよ！画面クリームガン邪魔なんだよ。けどけ。ん？待ってない？待ってない？え？何？セブセブセブ。え？何してんの？何してんの？これ？え？なんかゲーム始まった。え？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 
わからない、わからない、わからない、もうわけわからないよ。わけわからないよ。こうやって何ボールがいいかな。お前もダークボールでいいか。どうやって戦おう。ゴージャス、あーゴージャス感はあるな。シェルブレード、どこのシェルだ。ゴージャス感はあるな。勝ち引き、うわ、エスパーだっけ、エスパー引こうか。この BGM めっちゃかっこいいな。あワンワン当たらない。凍てつく視線、視線技だ。いや、かっこいいけど、かっこいいけど、視線でそんなことになったらやばいよ。研ぎ澄ます。必中、必中だっけ。サイコシフト、トリックルーム、トリックルームしないでいいよ。こっちの方が早いでしょ。いやフリーザーは前の方が好きだな。凍った凍りよった、凍りよったよ。ヘルフ3勝おめでとう。確かに全部やったな。回復するかも、めんどくさいから。全部撃ったね。暴風、うわー暴風強い、暴風。いやトリルいらねートリルのせい、ビルのせいだよこれ。さあシャドウボーン殺したいい感じに状態移動してくんないかな、状態移動してくんないかな。エスパー技で追加効果これ、あ、そうなんだ。これエスパー技なんだ。おい。お、おい、え、え？あったかいんだね。成長。伸びたね。いや、いらない、それ。余計余計。いいでしょう。あ、やべ、マスターボール刺した間違えたさあトゥントゥントゥン、連続切り、よし、技1回連続切りが出るわけもなく、状態上焼き尽くす、やけど、やけどダメだな今の状態。危ない危ない、セーフセーフ、オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。いやダークもありだな。でもゴージャス、ゴージャスっぽいよなこいつ。うん、いやゴージャスっぽいよ見た目。粘るかゴージャスで。状態上欲しかったけど
こいつ、こいつの攻撃じゃ死なないな、こいつ。粘ろう。ボール投げまくろう。入れ。入れ。陰キャ。陰キャ入れ。捕まっちゃった。オッケーン。冷酷ポケモン。エスパー飛行。サイコパワーで作った羽の形の刃は分厚い鉄板も紙のように小さく。へえ。鋼タイプじゃん。夜だからかな。能力下げられると特攻が来るとかね。凍てつく視線強そうだね。防腐。あ、状態値移すんだこれ。なるほど。なんとか捕まったね。ワイルドエリアでサンダーを捕まえた。鎧島でファイヤーを捕まえた。冠雪原でフリーザーを捕まえた。来たね。お、電話来ねえ。報告しよう。ここね。ここね。来たよー。久しぶり。半年ぶりぐらい。お、隊長、探検の調子はどうだ？捕まえた、全部。何？伝説のフリーザ捕まえた後。どすげえな、報告してくれよ。うん、そいつが氷を操る伝説のポケモンフリーザ。確かに似てるっちゃ似てるけど、おかしなマスクつけてるし、全然、冷やっこくねえぞ。ま、氷見て移動詰めて目つきだし。だいたいフリーザってことで、探検達成しとくか。出た出た、そういうやつ。何？伝説のサンダー捕まえた後。どすげえの報告してくれよ。うんうん、そいつが雷を呼ぶ伝説のポケモンサンダー。確かに似てるっちゃ似てるけど、なんか足もぶっといし、全然ビリに来ねえな。まあ、ギザギザしてんのは間違いねえし、違いねえし、くちばしの長さも合格だ。だいたいサンダーってことで探検達成しとくか。なんだそのだいたいっていうのは。何、伝説のファイを捕まえた後。どすげえの報告してくれよ。うんうん、そいつが炎の化身、伝説のポケモンファイヤー。まあ、ガラルとは違うから、そういう感じなんかな。元のをイメージしてるって感じなんかな。確かに似てるっちゃ似てるけど、触っても熱くねえし。ガラが悪いヤンキーみてえだな。まあ、薄めで見たら燃えてるように見えなくもねえし、大体ファイヤーってことで、探検達成しとくか。ガラルファイヤーダブル使用率8、シングル30。あ、そうなんだ。まあ、で、伝説のメモ3の鳥ポケモン伝説は全部報告してくれたよな。ミッションメモに探検。あ、調査完了の印をつけてやるぜ。やった。お。やった。全部クリアした。今回の報告はそんなとこ見てたな。もうないよ。全部終わった。ヘルメットずれてます。て、ありゃ、おい、隊長。今のでピオニープレゼンツ、伝説探検ツアー、全部達成したんじゃねえか。娘さんは娘さんどこ行ったの？うおー、エデテーナ、これあれだ、どすげえよ。しかし、隊長のその熱心さよ。俺が情報を集めた眉つばな伝説ツアーなのに、妙に熱入ってたよ。眉つば。もしかするとマジに伝説のポケモンたちと出会ったりすんのか。え、どういうこと？合ってますが。いや、皆まで言うな。あいつの面見りゃわかる。きっとどすげえ、ものすげえどナイスな探検をしてきたんだろう。そしてその探検はお前さんだけの宝物。絶対入れて冷や水ぶっかけるような真似はしねえぜ。
ルーピーたち、俺の伝説ツアー楽しんでくれてありがとうな。感謝の印にこいつ受け取ってくれ。何？リアリングカード。うん、まあ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 。しかしなんか忘れてるような。お、あ、来た来た。あ、そうだ、シャクヤちゃん、シャクちゃん。もう親父の声外で丸聞こえだし。シャクちゃん来たね。結構いいとこ泊まってんじゃん。久しぶりだね。マックス大スワナの外ではお日さ。ノリいいじゃん。シャクちゃん可愛くないな、あんまり。足揺れてますけど。本当に親父の相手してくれてたもん。ありがとうね。私、ダイマックスアドベンチャー結構楽しんだし、親父のなんとかツアーっていうのちょっとだけやってみようかな。終わっちゃったんだよな。顔。え、ヤババ。何この空気。ヤババです。今から新しい伝説考えるから、ちょっとだけ待っててくれ。パパと一緒に探検しような。夕色の髪の毛してるね。伝説考えるって何で、圧がすごい、圧が。とりあえずあれ、シャクシャのために、何それ、光りすぎじゃない。ピカピカに輝く探検着作ったが着替えて待ってるんですよ。え、何その光ってんの。やだ、親父のは普通なのに、なんで私のゴールデンの。あ、似てるね、この二人ね。足揺らし、貧乏ゆすりとか。パパの自慢の娘なんだぞ。出た、そのパス。俺だ。目立たせて毎日回したいだろ。そういうとこ。もう気が変わったし、これ。これあなたもらって。え、何？何ゴールドセットって。あ、姉ちゃん戻っちゃった。あらららら、裏返しなのか、間の裏返しなのか。ちょっとドタバタしてすまねえが、ずっと楽しかったぜ。あ、終わりかな。それとアジトはこれからも気軽に使ってくれていいぞ。いや、お前のじゃないでしょ。さて、これからはマナ娘と家族交流の時間だな。シャクシャン、シャクシャン。あ、上向いた。あ、終わりっぽい。おお。お、ジエンド、ザエンドってね。いや、終わりましたね。あの子落ちてる。伝説のメモ？え、何それ。ダイマックスツアーに光の穴が開かれた写真が貼り付けてある。何それ。まだあんの、なんか。この世界と他、私たちしているポケモンと違う存在。ウルトラビーストだ。ウルトラビーストじゃん。ウルトラビーストっぽい。あ、待って。ゴールドセットが気になる。ゴールドセット気になるわ。着替えられる？ゴールドセットどれ？これ？うわ！うわ！うわ！意外と嫌じゃない。あー、やだ。着替えず終わり。関西速ゴールド。え、行ってみる？いる？お、シャクちゃんいるじゃん。ギラティナ見つけちゃった？いや、いいっす、いいっす。なんか落としたよ。おー、隊長じゃねえか。
やっとこさ、シャクちゃんと家族交流できてるぜ。なんか落としたよ。そんなもん持ってたか、すっごい客いねえな。なんで？そのメモに映ってんのって、ここ、マックス大事なのじゃねえか。うわぁ。ん？どうされました？マックス大スワナの奥にポケモンかわからない生き物がまさか現れた。あれですか、ゴキブリとかマッチョのやつとかですか。なんか、後で隊長また新たな探検が始まるかもしれねえな。この探検名付けるならあれだな。伝説空を覆うウルトラな穴伝説。あえー。なんつってんな。とりあえず、ネモに映ってるポケモン捕まえるの目標でアドベンチャー張り切ってみようぜ。はぁ。ネモに映ってるの？ネモどこ？ネモどうやって見んだっけ？ネモの見方忘れたけど。ネモの見方忘れたな。なんか味方って気するけど、何勝負するってパドレックスありがとう大事な持ち物これか。あーなるほどね。ダイマックスアドベンチャーはなんか厳選した意欲があるんだよな。ちょっとだけやんないでもいいかな。おまけでしょ多分これって。いやドルピー、お、なに、誰違います。そういえばこちらも名乗ってなかったな。俺はダンデだ。ダンデさんじゃん。久しぶり。今回君に電話したのは他でもない、元チャンピオンの俺から現チャンピオンドルピーに大事なお願いがあるんだ。詳しい話はシュートスタジアムでしよう。迷わないようにまっすぐ来るんだぜ。マジ？この感じはあれですか？トーナメントっぽいな。チラッて行ってみる。シュートスタジアム。これかな？こっちか。チラッて行ってみるか。あちゃあちゃあちゃ。お金の匂い。久しぶりだ、ここ。めっちゃマクロ連打しまくった。お、いるね。チャンピオン。チャンピオンタイム。ドルピー来てくれたんだな。電話で伝えた話はバトルコートで行う。バトルコートで行う？できてない。ちょっと待って。またやりましょう。今回はここまでしましょう。時間も時間なんで。はい、ということで、バトルコートですんな、ここでしろ。よっしゃ。いやもう時間も時間ですよ。終わりましょう。